アスカ、お願いします。はい、サブリーダーのアスカです。まずは、今日最後まで熱い声援ありがとうございました。そうですね、今年は私サブリーダーになって、本当にこうやって人前で、皆さんの前で話したりとかチームのみんなのごめんなさい、こうやってみんなの前で話したりとか、と誰かの先導を起きて、そうやって先に歩いていくとか、本当になんかそういう結果がなかなかなかったので、本当に正直今年は本当にたくさん迷って悩んだこともあったんですけど、そんな時には必ず助けてくれる同期のみんながいて、そして頼れる先輩がいて、そしてマジ言わないもん、あのこうやってね、いつもふざけてばっかなんですけどいつもこうやってチームを明るくしてくれる後輩たちがいてこうやってステージに立ててるのも MC のお二人がいて、そしてマー君、りんちゃん、ずーちゃんがいつもステージを盛り上げてくれて、そしてこのステージの裏ではいつも私たちを支えてくださってるスタッフの皆さん、そして暑い日も雨の日も寒い日もこうやってここに集まってくださる皆さん、本当に今年1年改めて皆さんの温かさを感じた1年だったなっていうふうに思います。と今日で試合は終わってしまったんですけども私たち N スプラッシュはこれからもたくさんの人がここ ZOZO マリンスタジアムに足を運んでもらえるように、これからも活動していきますので、皆さんも来シーズン、そしてその次のシーズンも私たちと一緒に熱くマリンズを応援してください。ありがとうございます。